なんつった今。ダメだって言った。ん？はよ。うん、めっちゃ美味しいね。お買い物行く？はい。今日はカリッカリの唐揚げです。ご飯食べてるけど、うん、カリカリ、あ、カリカリって言っちゃったから僕は、ね、今日はカリッカリの唐揚げです。カリッカリのカリッカリの、あ、そうだ、今日の唐揚げはカリカリって言ってたからだ。だからシモが来たんだ。いつもカリカリってない唐揚げで来ないのに。そうだね、うん、ちょっといただきます。サクサクにしとけば。いただきます。うん、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 おいしい、おいしい、カリカリさせて、うん、カリカリって、カリ、ごめんね、しゅうちゃん、ごめんよ、ごめん、自分のご飯食べてる。ミルクやしゅうちゃんは諦めてというか、自分のご飯に戻りました。ミルクミルクと唐揚げ合う合う、じゃあ、合う。ビールと合うと思うだろ。今日のビールはナイトシフトブリーニング地元です。え、なんつった今。ダメだって言った。ダメ、なんでその諦めな口調なわけ。言わない、絶対言ったよね、ダメだって。最近ひびちゃんがダメだって言うから、その真似してんの。真ん中で思いっきり、うん、うん、かわいいね。ん、はよ、行ったの。よいしょ。お元気？うん、どこ？どこ行く？ご飯もらった。布団帰ってくるの遅かったから。食べてる？食べてる？おはよう。おはよう。おはよう。早い。早い。早い。昨日遅かった？今日何時寝た？しゅうちゃん、うまいよ。うん、どうしたん、ありがとう、お寿司でなみなみ。うん、しゅうちゃんはとってもお腹空いてるみたい。この春菊の新芽を、柔らかくて、えぐみが少ない味噌汁に、熱々の味噌汁にこうやってトッピングして、いただきます。美味しいです。しゅうちゃんにご飯作ってくれる？うん。何作ってくれるの？チンキとご飯。何とご飯？チンキ、あれしゅうちゃん。しゅうちゃん、焼けたよ。ちょっとね、今日直火でね、火がね、強かったので、ちょっと焦げ気味ですけど。こっちは塩かかってない塩ちゃん用でございます。待って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 、はい、どうぞ、はい、どうぞ。見て見て、ゆきちゃん、しおちゃん、美味しそうだ。美味しいよ。
とっ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 と。どうしたの？しおちゃんはこの窓枠のへこみがあるんだけど、ここにはまってすっぽり外の風を感じながらお昼寝をするのが大好きです。ちょっと顔見せてくれる？ちょっとだけ顔見たいな。ちょっとだけ顔見たいな。あえて狭いのにこんな網戸に手を曲げちゃって、きつくない？きつくないの？見てこの可愛い牛らしい。見てこの可愛い牛らしい。2本丸めちゃった先、ほら、ほら、かわいい、かわいい、かわいすぎだろ。出来上がった感じ。こんな感じで。足閉じたよ、かわいい。ほら、閉じた。閉じて尻尾を丸めた。ほら、芸術的。何この格好。そして上半身は、あ、じんまりしてる。めっちゃじんまりしてる。かわいいです。これしおちゃんの、あ、すいません。騒ぎすぎ。騒ぎすぎ。おぉ。よいしょ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 。行っちゃうの。そんな。ふーちゃん。お買い物行く？はい。車乗ってく？車で行く？車で行く？ねえ、一緒に行ってみる？大丈夫？車嫌いじゃん。ねえ、車嫌いだし。うちおはよう。どうしたの？なんで、まったりしてんの？おはよう。おいで。やっても来ないか。野良猫、あ、来た。野良猫によくやるやつだよ、あれ。できた。野良猫しおちゃん。野良野良野良。今日はちょっと居酒屋。しおちゃん。キャンコーチか。はい。何にしてた？混ぜ込んだキュウリと柚子の中に豆腐が入ってます。ボリューム満点。いただきます。いただきます。偉い。キュビちゃんすごいね。全部完食した。シオちゃんの匂いを嗅ぎながら食べるキュウリ。偉い。すごい食べたね。シチューちゃんの匂いを嗅ぎながら食べた美味しいものって多分食べっ子動物。ん？食べっ子動物ってちょっとあれだけど、食べっ子動物みたいなあんまり甘くないビスケットとクラッカーにシチューちゃんのこのチョコバニラシューがすごく合う。とってもいい匂いです。確かに甘いね。うん。どうしてね。